はい。西田研究室オープンナイト始まりました。本日は建築家のツバメアーキテクト、三藤拓人さんにいらしていただきました。三藤さん、本日はよろしくお願いします。お願いします。今日の流れは、最初に三藤さんの方から、三藤さんが手掛けている作品、最近だとボーナストラックが非常に有名ですけど、ツバメアーキテクトっていう、会社の設計の仕方みたいなものも非常に特徴的で、その辺も含めてちょっと紹介いただいた後に、ぜひその後学生とディスカッションをしていきたいなと思っています。じゃあ最初、三藤さんに40分、45分ぐらい、お時間をお渡しして、そこで、プレゼンテーションをお願いできればと思います。よろしくお願いします。はい。お願いします。じゃあ、画面共有を。よいしょ。はい。これは映っておりますかね。はい、大丈夫です。あ、映っておりますでしょうか。あ、大丈夫はい。です。ちょっと、西田、あ、はい。西田研の方々には、以前お見せしたことがあるスライドも若干混じるとは思うんですけども、新しい話も、盛り込んできたので、聞いてみてください。はい。ですね、私たちはツバメアーキテクツと言いまして、2013年に、立ち上げました。で、最初は3人でスタートしたんですけども、今12、3名ぐらいの、人数感にいておりまして、で、特徴的なのがですね、このデザインを行うデザインチームと、研究活動を行う、ラボチームの2つがあります。あ、これって今映ってます？なんか、映ってますよ、映っあ、てます。動いてる、動いてる。あ、はい。ですね、それで、建築の設計をする、デザインチームと、あとは、建築の、前段階リサーチとかですね、あと余剰権を作ったり、あるいは建物ができた後にその運用方法を検討するような、ことを、ラボチームでやっていて、それを行ったり来たりしながら、循環させるように、建築、や街づくりに取り組んでおります。で、それを簡単に書くと、こう設計、工事管理、家具デザインなんかをやるよっていうことに加えて、ラボの方がですね、手持ちのカードというかですね、そういうものをどん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 今増やしてまして、ビジョン構築をやるよ、余剰権、街のローカルルールを作るよとか、施設にあって、その運用計画から入ることもあるし、あとはどの地域にどういう施設を作るかっていうリサーチをやったりとかですね、目的としてはやっぱり建築を作ったり、場を立ち上げるっていうことの、その入力条件とかですね、入り口とか、あるいはその建物とか場所がどうなっていくかって出口を作る。それがラボが担っていて、そのやっぱり中心的なものに建築があるなとは、当然思ってはおります。で、今日はですね、今の話がツバメについての簡単な紹介ですけども、一つ、今年、イヴァン・イリーチのコンビビアリティという概念について、去年ぐらいから事務所でもよく議論しているので、それを導入にして、で、その後は、住宅とか福祉とか、地方都市の話とか資源とか、スライドをいっぱい用意してきたので、どこまでいけるかという感じですが、聞いてください。イヴァン・イリーチ、という人がおります。で、これの、いきなりちょっとイリーチの話になりますけども、オーストリア、ウィーン生まれの、哲学者というかですね、批評家というか、かなりラディカルな言説を繰り広げた人で、脱学校の社会とかですね、脱病院化社会とか、有名なものがありますけども、このイリーチの、コンビビアリティのための道具っていう、Tools for Conviviality っていう、有名な書籍がありまして、それが今、非常に読み直すのにいいタイミングなんじゃないかなと思っております。で、そこで出てくる、いろんな概念が出てくるんですけども、2つの分水嶺っていう言葉がまず非常に面白い。で、それはどういうことかっていうと、物事が、こう便利にいって、便利になっていく過程が、世の中にはこう2段階あるというのが、
大まかな話で、まあ、例えばですね、この上に書いてある第1の分水嶺っていうのが、まず、最初に訪れます。例えば、まあ、なんていうんですかね、病気を治すっていうことに関して、まあ、昔は言葉、おまじないで、治したりとか、あるいはその、なんていうんですかね、地元の習わしというか、その方法で、まあ、治していたようなことが、まあ、だんだんこう医学というか、発ってくると、まあ、科学的な方法によって、病気を治すっていうのが、まあ、例えば1913年後には、まあ、現代医療の第一の分水嶺ということが書かれていて、でそれはこう医者から効果的な処置を受ける、まあ、その機会が、まあ、50% を超えた段階だと言っております。まあ、それはこう単純になっているんですかね、便利になるという話ですね。でただ、それが、便利になる段階が過ぎると、今度はこう医療へ依存する産業が出てきたりとか、医学が発展したことによって、新たに新しい病気が出てきたり、遺伝病みたいなものね、あるいはこう、薬剤に対して抵抗を持つ、細菌が出てくるとか、それまでなかった種類の病気、あるいはその、例えば今もコロナの、ワクチンの、こう、なんていうんですかね、まあ、おそらくこう利権とかが、水面下でいろいろこう、パイの取り合いみたいなことが、なされているんだと思いますけども、まあ、そういうこう専門化が進んで便利になったぞっていうその次の、フェーズというかですね、段階があると。でそれを第2の分水嶺ということを言います。でそうすると人々がその本来人々の生活を楽にするはずだった道具にこう使われるようになったりですね、まあ、そういうような反転が起きると、まあ、そういうことをかなり批判的に書いてます。で、例えばこの話は、西田健のにも今年の春ぐらいか去年したと思うのでちょっと繰り返しになりますけども、まあ、都市を、開発していくときにはですね、まあ、このさっきのイヴァン・イリーチの1913年頃に最初のこう医療の、分水嶺があるっていうのと同じタイミングで日本においては、この小林一三さんが、鉄道開発をしていく、その線路の先に、まあ、例えば住宅地と、まあ、例えば働く場所と、例えばこう遊ぶ場所、まあ、そういったものを結んでいくと、鉄道を開発していくそういう理由にもなるし、都市を作っていく理由にもなって、まあ、どんどんこうマイホームが持てるようになるし、人間が移動して、電車も動くし、開発も進むと、便利になるぞと、まあ、いうのを、最初にこう、まあ、やり始めたと言われていて、でちょうど、なんていうんですかね、ローンシステムみたいなものを実装して、住宅地を最初に開発したタイミングがこの1910年頃と言われていて、さっきの医学的な第1の分水嶺のタイミングと大体同じようなタイミングで、日本もマイホームが持てるようになっていったというような便利な時代を経て、まあ、これは西田健の論文でも一緒にやりましたけども、まあ、その通勤とか通学、まあ、電車で移動するという生活様式において、まあ、その価値観の中では、まあ、最も価値の高い土地というのは、やっぱり、通勤通学をするから、駅の上と駅の前っていう部分の土地が、価値が高いと、まあ、そういうふうに当然なってしまうので、それがこう第2の分水嶺を超えて行き過ぎてしまうと、その町の歴史とか、町の産業とか、街がどんなに面白くてもやっぱりそれと関係なく、最も、その通勤通学の枠組みにおいて高いとされる部分に床をとりあえず踏むという、まあ、こういうドライブが起きちゃうと、まあ、やっぱりそういう問題をですね、私たちは、ふうこう街を歩いてて、あそこもここも同じような街になっていくなということを、感じているのだと思います。まあ、だからこれは第二の分水嶺の先のまあ、ある種の、まあ、便利というのか悲劇というのか、そういうような世界の中で今私たちは建築について考えていると。で、まあ、あの時にボーナストラックは、まあこれはですね、小田急線が、ここ数年で、地下化しまして、今これは、上から見た写真になりますけども、まだこれは開発というかですね、何もできる前なので、地上部分の線路がなくなって地下化した、跡
後の城ですよね。でちょうどこの左側の駅のあたりが世田谷代田で、右上の方が下北沢、小田急線になります。で、その間にですね、こういう、まあ商店街のようなものを作りました。で、配置図でいうとこういう感じ、まさに2つの駅のちょうどど真ん中、まあ、どっちの駅から歩いても5分ぐらいの場所になるので、まあ、駅前ではない、まあ、駅から、まあ、遠い、まあ、中間地点ということになります。で、そこに私たちは何をやったかっていうと、まあ、そういう開発みたいなものとは違うあり方を目指そうとすると、植樹近接の商店街を作って失われつつある下北沢の町並みを未来へ引き継ぐということを書きました。でこれどういうことかっていうと、まあ、さっき の、話じゃないですけども、まあ、下北の駅はですねやっぱりすごい人気な場所であるので、もともとの商店街の中の、まあ、賃料がどんどんこう、最近上がってます。なので、商店街のところで例えば物件を借りようと思うと、もう家賃が何十万みたいな世界になってくるので、若い人が借りられない。で、もともとは下北沢というのは、例えば演劇とか古着とか音楽とか、あるいはもっと昔で言えば闇市があったり、まあなんていうか、人々活動を起こしていくような、まあ、雰囲気があった場所なんだけれども、まあ今はそれがやっぱりちょっと家賃が上がってしまって難しくなってるので、最近だとこう、スマートフォンショップとか、タピオカ屋さんばかり、が増えてしまったと、まあ、そういうことに問題意識がある、この開発のチームでやると、まあ若い人がチャレンジできるような、まあ、商店街のようなものにしましょうというようなあの話に自然になっていきました。で、これは簡単にダイアグラムで書くと、でかい床を継ぐと既存の街と、まあ、途切れる。で、それに対して今回は当然、まあ、開発行為であることには関わりないと思うので、脱開発的な開発という言い方をしています。で、イリーチの言葉で、脱、何々ということがよくあるので、まあ、それをちょっともじっています。で、ここでは、新しくドカンと作るというよりかは、既存の街と空間的連絡性を考える。あとは大手チェーンに入ってもらうというよりかは、個人オーナーが入れるような、家賃設定で、その代わり、数を増やしたりして、まあ、人を招き入れるような、場所を目指す。あとは管理会社が管理するっていうよりかは、自分たちで自治するような場所にする。で、そうすると、自立強制的に、まあ、自分たちでこう、なんていうんですかね、法的に場所を使いこなすような場所になっていく。まあ、このコンビビアルというのは、そういう自立強制的な、概念になります。イリーチの言葉です。今日は、これに、このプロジェクトのポイントを5つぐらいまず紹介していくと、まあ、例えば、まあ、今日このレクチャーを聞いてくださってる、まあ、20代ぐらいの人が、初めてお店をやろうと思うと、まあ、例えば、こう、家賃いくらぐらい払えるかなというと、まあ、おそらく、まあ、15万ぐらいが限界なんじゃなかろうかと思います。で、ちょうど、この建物を設計し始めたか直前ぐらいの、僕らの、まあ、数年前に使ってた四ツ谷のオフィスも、家賃がちょうど15万ぐらいで、20代とか30代ぐらいの、若い設計事務所がやっぱり家賃を払うとなると、まあ、それぐらいが限界でした。なので、逆にこう15万円っていうことから逆算していくと、左のこのメンズの、ように、まあ、こういう小さい区画に当然なっていくんですね。で、そうすると、この建物は、10坪で、15万、つまり、まあ、そういうようなボリュームになってます。で、あとは、ですね、大きな施設をドカンと1個作るのではなくて、まあ、この、左の図のように、小さいサイズの建物を、まあ、できるだけこう多く作る。で、そうするとこう、路地状になったり、あるいはこの周りの周辺の個人住宅とかアパートのサイズ感に近寄ってくるので、まあ、こういう分棟型にできないかと考えました。で、日本の建築基準法だと、1敷地1建物っていう原則がありまして、で、かつその、敷地がですね、道路に接してないといけないので、この左の4つの、建物は、この左側の道路にそれぞれ接してるんですね。左上の建物は直接接していて、右上の建物は旗竿状にこう、敷地が尻尾を伸ばして、そっちの道路に接しています。で、真ん中の下の建物も旗竿状になっていて、左下の建物も直接接している。で、右側の建物については、右側の道路に接しています。であとは、用途地域っていうものがありまして、この
左側の4つのところにかかっているのは、第1種低層専用住居地域といって、まあ、基本的に、まあ、住宅として作りなさいというような、ルールがあります。で、右側のちょっと大きいところは、第1種中高層、住居地域にかかるので、まあ、500平米ぐらいまでだったら、あの事務所棟のようなものは作れると、まあ、そういう枠組みになってます。なので、ここで要はこう商業施設のようなものはそもそも、まあ、作れないので、私たちが考えたのが、上に住んで下で商売をやるっていう、兼用住宅という用途がありまして、それを使ってます。あくまで住宅なんだけど兼用住宅、あの例えば牛乳屋さんだったり新聞屋さんだったり、その住宅地に必要な機能であれば、作っていいというよう、あのルールがあって、でかつ、建物の、49% まではあの飽きない商売空間に使っていいと。でかつ、あの1個の建築において50平米以下の、商売の空間にしなさいというのがあります。そうすると、それをこうパズルを解いていくとですね、この左側の、4つのちっちゃい建物は基本的にこうテナントがこう3位置になっているので、でかつ10坪、15万と言いました。でそれは、1坪っていうのはだいたい 3.3 平米なので、まあ、16平米のお店が下にくっついてて、上に16平米の家が乗っかってる。まあ、だからワンルームマンションぐらいの家と、下に、まあ、雑貨屋さんぐらいのお店がある。で、それが3つ集まると1個の建物になっていて、その16平米を、3かけるとですね、48平米なので、50平米を商売空間、あの50平米以下っていうのも満たしてるので、まあ、そういうパズルを解いてるということになります。まあ、で、まあ、こういう分棟形式の建物、まあ、これはテナントが入る前の様子です。はい。で、ちょっとあれですね、ゆっくり話すと全然いけなさそうなので。で、この建物を作るときにもう一つ考えたのが、カーテンウォールとか、何か特別な装飾があるっていうことはやってなくて、あくまで、この住宅地のど真ん中に作るので、まあ、住宅らしい要素のみで作ってます。まあ、アルミなしの窓だったり、ひさしがついてたり、あとは基礎と壁があると、あと庭があるよと、あと上にはバルコニーみたいなものがくっついてるよと、まあ、そういう、あの、なんていうんですかね、住宅のデザイン言語の中で、まあ、そのこうスケール感とかを変えるだけで作るっていうことをやってます。で、そうすると、まあ、なんていうか、家の中と外というか、公園の中に家がいっぱいあるような中で、人が働いてたり、こうやって休んでたり、日よけを持った人が散歩したりとか、まあ、こんなふうに、まあ、ここ商業施設なのか、単なる住宅地なのか、まあ、よくわからない領域を作ることに、ができました。で、あとはこういう、さっきの、大きな建物の方も、あくまでそういう、要素だけでっていて、やむを得ず出てくるあのバリアフリーのこの手すりはですね、ちょっと幅広に作ってこう立ち飲みできるようなカウンターとして、作ったりしています。あとは、次はエリアマネジメントとありますが、この下北の街をリサーチすると、お店というのはですね、あの建物の、に屋根を勝手にくっつけたり、棚を外に出したり、外壁を改造したりっていうお店が、リサーチして、まあ、そういうところにこう手が加えられてるなということが分かったので、真ん中にあるように、ひさしは簡単にこうくっつけられるようなスチールの下地だけでくっつあの作ったり、あと改造壁を改造していい領域を作ったりして、結構作りました。さらに右側のように、まあ、そうすると建物ができた後にテナントが 入ると、その人たちが建物を改造して自分たちの場所に変えていくということができます。そうすると、これができた後の写真ですけども、これがまあこういうふうになって、こういうふうに、門が入ってくると。で、かつ、内部空間では、柱と梁は、触っちゃダメよっていうルールにしてて、新壁構造になっているので、柱と梁、その柱間のところに棚をくっつけたり、何か飾り付けをしていいですよということにしています。で、そうするとこう、まあ、施設全体でこう軸組みがぐーっとあの全体をに通っていくんですけども、場所場所によっていろんなものがしつらえていくような雰囲気になるかなと思っています。で、さらにですね、自治をサポートする建築というありますが、一般的な商業施設と随分違うのはですね、ここではあの世襲である小田急電鉄と
ここに入ってくるちっちゃい、下北らしい個人店と下に書いてますけども、その間に、地元の人たちによって出来上がった運営組織が中間にこう入っていて、でその人たち、が小田急電鉄と個人店の間に入ることで、かなり柔軟な運営方法を実現しています。そうするとですね、こう、さっきの建物を改造していいですよっていうこともそうなんですけども、建物の外に、テナントさんがはみ出てもいいですよというルールにしているので、例えばこれがオープン直後、コロナ、非常事態宣言に、はまって、いきなりオープンしてもお客さん来なさそうなところが、徐々にこう街にはみ出ていくよっていうことをやり始めて、最終的には、なんていうんですかね、地元の人たちと一緒にお祭りをやるぞというところまでいました。こういう、こう、自分たちで場所を立ち上げて運営していくっていうことが、普通の商業施設だとなかなか難しいと思うんですが、ここではできて、おります。そうすると、こう、こういう昼間の風景だったり、あるいは毎回行くたびに家具がこう溢れ出てるものがどんどん変わっていったりとかですね、徐々にこう建物が、いじられていくような、そういうような時間の蓄積をどんどんこう、蓄積していくような運営方法だし、建物の設計もそういうふうになっております。であとはですね、私たち その最初にお話ししたデザインとラボということで言うと、この建物の、に関わり始めたのが、2018年の1月に、まずこの場所をどうすべきか、そういう余剰権設定のような、あるいは地域リサーチ、から、ラボチームがスタートして、で4月から、その設定をもとに設計を開始し、でその建物の設計の途中で、どうやってこう改造していくかとか、どういうふうに、ルールを作っていくかっていうエリアマネジメント業務をラボでやって、で2019年4月から、工事が始まり、工事の途中で、敷地周辺の、余った土地に対してもどんどん提案をしていくっていうふうに、ラボデザイン、ラボデザイン、ラボっていうふうに、まさにこのプロジェクトではこう行ったり来たりして、どんどん、仕掛けていきました。でそうすると、今面白い動きがありまして、でこの建物が、できた後に、ボーナスラックには植栽がたくさん植わっているので、地元の、住民がですね、植栽をいじりたいというような人がたくさん出てきて、園芸サークルのようなものが立ち上がりました。でその人たちに本格的に植栽のメンテナンスをお願いするということに今なっていて、でかつその植栽サークルの人たちのための拠点を今設計していたり、あとは駅空間とかこういう外部空間でですね、アートという人も出てくるので、その人たちのためのギャラリーを作ったりとか、あとはボーナストラックの脇のへたちに、もう一棟植樹近接の建物を今設計していて、でそこに僕らも2年後に引っ越して、1階でドーナツ屋でもやろうかなと思ってるんですけども、こんな風に建物ができておしまいというよりかは、建物ができて、その場所をこう使いたいっていう人が後から出てきたことに対してまた別の建物を作ったり、それをどん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 ぐるぐる回しながら、地域に行くと、そういうような一つのプロジェクトで完結しないということで、やっております。はい、これが一つ目の今日の話で、あとはこういうこう地域的なプロジェクトじゃなくて、例えばじゃあ住宅だったら、今何が考えられるかというと、同じような、プロジェクト、例えばですね、こういう小箱というジュエリーブランドの作家の人たちの実験を経営してくれたりという話が、ちょうどボーナストラックの依頼と同じタイミングでありまして、これはこう新神戸ですね、神戸の駅が左下にありますけども、そこからまた歩いて住宅地のにあるような場所になってます。ここはこんな感じですね。で、住宅でありながらその人たちのアトリエであるので、植樹近接というかですね、家で、働いて家からそのジュエリーの、
アクセサリーなんかを通販で、まあ、主にような人たちだったので、まあ、コロナ前ですけども、なんていうか、で、寝をして、家から発送して、その家で、まあ、夜は寝るというような暮らしをしてました。でその人たちの、自邸を作るにあたって、彼らの地元である、新神戸のあたりにこう、横浜からこう戻っていくという、ことだったんですけども、まあ、この写真にあるこの赤いところがその敷地で、まあ、あるいはまあ住宅ですね。で、この物のすぐ裏に、ボーリズが、ずいぶん昔に作った、教会がありまして、でこれが、ね、真ん中の、まあ、左側で焼焼したのを作り替えですね、今は、さらにそれがカフェにコンバージョンされているというような建物です。まあ、なので、住宅地のこう真ん中にですね、こう構造体がこう連続したような場所に、まあ、用途を変えながら、その構造体の下に人が集まるという状況がずっと続いていて、まあ、このボーリズ建築のすぐ裏にこの建物を作るので、まあ、この構造体の感じがなんか連続していったら面白いなと思いまして、まあ、こんな風なデザインにしてます。で、こっちのボーリズ建築が左上の方で、矢印でこう貫通して、さらに、右下の方の古い路地とボーリズ建築の間にあるので、まあ、それをこう繋いでいくようなメガホン状の、構造体にしています。こんな感じで作っています。で、これも、まあ、先ほどのイリーチのコンビビアリティ、まあ、ボーナストラックで言えばこう建物を改造していったり、どん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 こう使う人が、変えていくっていうようなことと同じようなことを考えてまして、まあ、この構造体さえ作ればあとは、そのジュエリー作家の人たちがどんどんここを使いこなしてくれるのではないかということで作ってまして、まあ、この本当に構造体だけで立ち上がってます。でこれがこんな雰囲気になりました。まあ、こんな感じですね。なので1階と2階にこのメガホン状の空間がドーンとあって、なので用途がほとんどないですね。まあ、なので、ここはお店ではないので、オープンアトリエみたいなことをやるときは、こんな風に重機が出てくるんだけども、それがないときは、まあ、片付けて、まあ、ここでこう、なんていうか、撮影スタジオとして、まあ、自分たちの商品をこう毎日インスタに上げたりとかですね、新商品の、まあ、開発デザインをやるアトリエになったり、お店のような雰囲気になったり。これはまあお店のような雰囲気の時にはこんなになるけど、まあ、物を履ければこうなると。であとはまあ普段はこういうふうに、アトリエ空間はふうになってたりすると。でこれもボーナストラック的に言えば、まあ構造体に対していろんなものがついたり、施主が自分で DIY をしてその、柱の骨組みの間に棚をくっつけたりとか、まあ、そういうようなことを考えているので、まあ、なんていうんですかね。別の用途にも変えていけるし、自分たちでも変えていけるようなことを考えています。まあ、こういう感じですね。であとは、この人たちも、この場所で働き売るだけじゃなくて、当然こう、東京とか北海道にですね、出張販売に来ることがあるので、こういう、こう極細足のこう持ち運べるモバイル、ジュエリー台、を作って、おりました。まあ、そうするとこういうふうにパッと立ち上げればそこが、彼らの思想を表現するようなポップアップストアになったりします。まあ、なのでこの建築の手すりのこの横残2段目 の、 9ミリとかそういうスチールの足で作りまして随分細いです。はい。であとはどんどんいきますね。次はですね、バルーンという、僕と同い年の、人たちがやってる、タクティカルアーバニズムみたいなことをやってる、NPO がいます。で、この人たちはこの写真にあるように、地域にどんどん入っていって、空き地を活用して、この地元のおじちゃんおばちゃんが、何か例えばこう、野菜を売るような場所をサポートして作ったりとかですね。なんかそういう、ことを、まあ、とにかくもう全国でやってると。詳しくはちょっと調べてほしいんですけども、で彼の実家をですね、建て替えるという話があって、
これもちょうど2018年から取り組んでました。で、これがですね、ちょうどスカイツリーの足元のこの赤いところになりまして、まあ、要は下町ですね。下町の古い家を建て替えて、集合住宅、まあ、5階建てぐらいのちっちゃなアパートに変えるということだったんですけども、ただ、すでにですね、この話をもらった時には、ハウスメーカーですね、パナホームさんと接種が契約をしていた状態で、スタート、すでにしていたんですけども、まあ、ただこういうやっぱり街に出てくぞっていう活動をしている人たちなので、まあ、要はハウスメーカーが家を、アパートをまあ設計しても、まあ、なんていうか彼らがやりたいことはそれプラス足元に拠点を作ったりとか、オフィスだったりシェアようなことがあったんですけども、まあ、そういったことがやっぱりハウスメーカーだとなかなか対応が難しかったので、僕らは後からこのチームに入って右のようなハウスメーカーとアトリエ設計事務所と施主が3社で対話をして進めていくという関係になりました。で、そうするとこれがですね、左から古い模型で右に行くとこどんどん進化していくんですけども、まあ、最初の植樹、通勤の枠組みの話じゃないですけども、やっぱりハウスメーカーはこう、家を超素早く合理的に作るということに、ものすごい発展を遂げた人たちなので、もう営業の人がパッと打ち合わせるとですね、一番左のようなもうプラント模型がもう次の打ち合わせでもう全部出てきちゃうんですね。それがすごい素早いんですけども、まあ、ただやっぱりハウスメーカーさんは、まあ、あくまで住宅のであるということで、提案を作ってきました。で、やっぱりそれだと、まあ、ここで働いたり、もう少し、アパートだけど庭仕事、まあ、庭仕事というか、デッキがあったりとかですね、まあ、そういうような、ことだったり、下町なので、祭りとか、防災拠点としての、グラウンドフロア、あとは、幅4メートル、奥行き20メートルぐらいの建築なので、まあ、とにかく、人々が密になるということが、予想されたので、そのシェアスペースの、窓はとにかくでかく、作ろうというような、改変を加えていきました。で、そうすると、まあ、あとあれですね、角地に対して斜めに切ってスカイツリーを見上げる側には逆にこうテラスがねじれていくというようなことをやると左から2番目のような提案を僕らが作っていきました。で、そうするとですね、やっぱりハウスメーカーの、設計のルールというのが、実はたくさんあるので、そのルールの中でその形を調整し直しました。で、それが左から、3つ目の模型になります。で、さらに、そのハウスメーカーの、施工ルールの中で、まあ、例えばタイルの、タイルを、貼り分けたり、することはできるということだったので、タイルの貼り分けを使ってシェアスペースと住宅スペースの違いを示したり、あとは住宅の窓を額縁のようにしたり、あるいは、手すりですね、手すりは、オリジナルで作って、まあ、その責任の区分とかをこうよく議論したりとかしてですね、まあ、そうやってアレンジしていきました。そうするとこういうものができると、なります。で、これはまあどういうデザイン言語かっていうのを説明してみると、まあ、こんな風に基段があって上があって、まあ、手すりが何て言うんですかね、コーニスみたいになってるという、まあ、要は、ちょっと話が飛ぶんですけど、こういうパラッツォですね、まあ、街の外区を形成する建築として、できないかなということで、まあ、こういう、パラッツォ建築で出てきそうな言語を使ってですね、まあ、こういうふうにハウスメーカーの住宅を書き換えるというちょっとマニアックなことをやってました。で、そうそうそう。で、まあ、でですね、この頃は当然コロナの2年前だったので、だったんですけども、私たちがこう福祉施設のプロジェクトなんかをたくさんやってたので、まあ、例えば人間は、食事は3週間ぐらいしなくても死なないし、水は1週間ぐらい飲まなくても死なないんだけど、まあ、空気に関しては、5分と、まあ、新鮮な空気じゃない場所に行くと、まあ、5分で死ぬみたいな話があるので、まあ、ここでは、まあ、福祉施設じゃないけれど、とにかく新鮮な空気を取り入れるんだとか言って、窓をでかくすることに全力を注いでいました。で、竣工したのが、今年の、
コロナ中だったので、まあ、結果的に、なんていうか、換気むっちゃしやすいみたいになって、よかったなと思うんですけども、まあ、それもなんていうか、少しあれですよね、建物の想定が今変わってるという話だと思います。で、まあ、こんなふうに、ハウスメーカーのルールの中で、全然違うものを作ったということになってまして、まあ、なので、立面で言えば、ハウスメーカーが作るハウスなんだけど、3分の1ぐらいがシェアスペース、まあ、共有部というかですね、コモンスペースというか、人が住む以外の、場所になったというような、少し不思議なバランスの建築になっています。はい、で、あとはその手すりとかですね、バルコニーみたいなものも、なんていうか、例えばいろいろなものが飾り付けられるような手すりにすると、写真が入ってないな。花を飾ったりとかですね、まあ、洗濯物を干したりとか、そういうことに対応したような手すりになったり、バルコニーがまあ家の、まあ、半分とは言わないですけども、3分の1ぐらいの非常に大きなバルコニーに変えていったりしています。で、まあ、あとはさっきの神戸の話じゃないですけども、まあ、ここの、バルーンの人たちも、街にこう出てくような人たちなので、まあ、受付カウンターをですね、こう街に出ていける屋台としてデザインしたり、あるいは、むっちゃハードに使うと思うので、ガードレールのようなディテールでですね、こう作ったりと、まあ、そういうような、まあ、さっきの屋台は細い足でしたけども、こちらはガードレールのような太い足で都市空間にバシバシ出ていくぞというような感じで作っています。で、そうするとこういうふうに、家だけど、まあ、随分大きな窓が足元にあったりします。はい。もう40分ぐらいになっちゃいましたね。で、じゃあですね、ここで、はい、福祉の話に行きましょうか。ですね、まあ今日また皆さんに特にお伝えしたいのは、まあ、なんていうか、働く場所と住む場所が、鉄道でこう、まあ、結んでいくと住宅地が発展するし、都心も発展するっていうような、まあ、そういうような、私鉄開発の方法で、まあ、1910年代ぐらいからと言いましたけども、まあ、特に戦後は、都市は発展していきました。で、その時に、やっぱりこう戦争で家が足りなくなると、ですね、まあ、とにかく家族というものは、核家族だというフォーマットを決めてダッとこう発展して、いった歴史があります。まあ、それはちょっと詳しくは端折りますけども、まあ、例えば51C 型とかですね、まあ、そういうようなフォーマットがそこにできて展開していくわけですよね。まあ、それのなんていうか、最も病的な状態が ああいうタワーマンションみたいなことだと思うんですけども、まあ、そういうことが戦後から始まったと。で、逆に言うと働けなかったりとか、あるいはそういう核家族っていうフォーマットから外れるような、人というのも、まあ、いますよね。まあ、例えばこう戦争でダメージを受けて、生活が困難になった人とか、あとは戦争孤児だとか、まあ、そういう人っていうのが当然出てくるので、まあ、住宅は住宅として発展するんだけど、福祉で別の発展の歴史をたどっていきます。で、その、発展の年表が今手前のすごい文字がちっちゃいところに示されてるんですけども、まあ、家と家以外の福祉というのが別の発展で、展開していきました。で、そうすると10年代は、積水ハイム M1 とかですね、そういう超実的なカプセル住宅のようなものが出てきたり、あるいは同時期には、老人福祉法とかですね、母子福祉法とか、戦争の被災した以外の人を救う福祉の制度も出てくる。で、まあ、制度が整えば整うほど、やっぱりこう、なんていうんですかね、人間の、まあ、状況と、それをサポートする法律だったり、あるいは建築の種類っていうのがむちゃくちゃこう対応してくるので、まあ、老人ホームには、老人しかいなくなるとか、そういうようなことになっていきます。まあ、要は、家も合理的にこうたくさん作るし、福祉施設は合理的に、同じような状況の人を集めるというようなことで発展を遂げていきます。まあ、それはそれでもちろん、まあ、便利というかですね、まあ、ないよりはあった方がいいだろうということで、
最初にはこう増えて、いったんですが、やっぱり、2000年以降になると、なんていうんですかね、まあ、住宅と、オフィスが、分けてていいのかと、まあ、特にコロナで感じたと思いますし、あるいは、老人ホームに老人しかいないということが、それでいいのかとか、まあ、そういうような、議論に、なっていきました。でそうすると住宅は住宅でですね、やっぱりこう小飽きないと混ぜて家開きをするとかっていうような、取り組みが特に震災以降増えてきたり、で福祉でも、最近では地域共生社会、地域包括ケアみたいに、施設に入った後にまた住宅地に戻って活動するっていうようなことを後押しするような考え方も、出てきています。でまあ、そんなふうに、福祉と住宅の関係を見ていくと、住宅産業っていうのは、経済政策の柱としてこう成長になってきたけども、福祉はそこからこぼれ落ちた人をサポートするように、まあ、制度ができたと。ただやっぱり福祉は福祉で近寄りがたい場所になっていって、知らず知らずのうちにそのなんていうんですかね、コンビビアリティが剥奪された状態になっていると、まあ、福祉施設にいる人と住宅街にいる人が特に関わらなくなっていくというかですね、まあ、そういうこう事実共生でも何でもない状態に、まあ、当然なっていってしまったと。でそれをその地域という単位で見直していこうということを私たちが今考えています。で、まあ、例えばこれはまあ、いろんなところで話していますけども、まあ、例えば真ん中の大きな特別養護老人ホームの、子どもを預かる保育園を、設計するという、プロジェクトですが、右下の保育園の、設計のプロジェクトだったんですけども、まあ、保育園を作るだけじゃなくて地元の高校生たちが、通り抜けたりとかですね、地元の人たちが使えるような機能をどん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 こう分散配置していくというプロジェクトです。でさらに福祉施設の、老人ホームと保育園の間のフェンスを壊して行き来できるようにしたりとかですね。でそうするとこう面倒を見られていた側の老人の人たちが、子どもの面倒を見るような雰囲気になったりとか、あとは老人ホームと、保育園をこうゼロレベルでこうつないでいったり、していったりとかですね。あとは近所の高校生の人たちがここを通り抜けていくので、そこにこう自動販売機と屋外電源を仕掛けて、普通はこう福祉施設に外の人が入ってくるっていうことはないんですけども、まあ、それをこう誘導するような仕掛けをしたりしています。でさらに、老人ホームのエントランス側にバスケットゴールを作って、こういうことをするとですね、高校生たちが入ってきて、この敷地の中でバスケをすると。で体はあんまり動かないんだけど、その様子を見れるようにフェンスと植栽を切って、窓にするとかですね、まあ、そういうようなことをしています。であとは職員室の裏側を吐き出し窓にして、まあ、ある程度、外に出て、ワークショップとか、そういうことができるようにしたり、あるいは裏の使われてなかった畑を、借りてそのフェンスを、取っちゃってこういう小道を作ると、保育園とか、老人ホームの活動のメニューに畑仕事みたいなものも入ってきたりとかします。まあそんなふうに、するとですね、まあ単にこの保育園の設計の依頼だったんですけども、まあそれの地域をつなぐこうネットワークの束のような、まあ、公園のようなですね、まあそういう場所に今なっていくような感じで取り組みました。まあこれが4、5年前にやったプロジェクトで、まあこれがこうもうちょっと都市空間で展開すると、ボーナストラックみたいになっていくと、まあ、そういうような感じだと思っております。これってあとどれぐらい話しましょうか。もう結構45分経っちゃいましたね。いや、安藤さんの切りがいいところまで大丈夫です。あ、はい。そしたら、そうですね、あとまだでも半スライドの半分ですね。まだ猛烈に残ってるんですけども。あ、じゃああれですね。あと1個ぐらいにしましょうか。そしたら、わかりました。じゃあちょっと、あんまり話してないプロジェクトにしましょう。あと地方空き家問題みたいなものがありまして、でこの風景は皆さん知ってますかね。長野県の、奈良井宿っていう集落があって、割と中央本線とかに乗っていくと、
割と簡単に行ける場所にあります。なので、非常に、おすすめ。まあ、今、旅行は行きづらいですが、ちょっと落ち着いたら行くのはおすすめなんですけども、こういう集落、古い、本当に200年ぐらい前の建物が、何百軒と残ってるっていう、ところになりまして、まさにこういう戦場の集落ですね、にいくつかプロジェクトを、手掛けています。で、この場所は、中山道のちょうど東京側と江戸側と京都側のちょうどど真ん中に、位置するような場所にありました。で、まあ、要は人が、なんていうか、ここの宿場町というかですね、その中継地点としてあって、まあ、今では、そこがこう、まあ、住宅地として、生きながられているような場所で、まあ、観光地っていうよりかは人が本当に住んでる場所なんですけども、非常に美しいと。で、そこに、私の知人がですね、3年ぐらい前に移住して、その家の、イノベーションを手伝うということをやりました。で、これもですね、やっぱりさっきの職住近接じゃないですけども、この集落に住んで、ここから当然東京に通うわけじゃなくて、今インターネットがあるので、この200年ぐらい前の家から、バリバリ働いてるような人なので、オンラインで仕事すると。なので、家にずっといる生活になります。で、そうすると、200年ぐらい前のこういう家って、要はむっちゃ寒いんですね、冬とか。結構死ぬほど寒い。で、当然断熱、無断熱だし、その断熱が一番問題なんですね。で、そこでこれ考えたのは、こんな風にですね、建物を、全体を断熱すると、お金が非常にかかるので、一番真ん中の、建具を開けて、障子を開けて、襖を開けた、ちょうど真ん中の部屋をですね、断熱でこうくるんであげると、少々寒くても、真ん中の部屋にいて、あとこう建具とか襖を全部閉めていけば、なんていうか、外と縁が切れるだろうというような、そういうようなやり方でやりました。で、そうすると、こういう町屋建築っていうのは、奥行きが20メートルとかあって、部屋の真ん中の部屋っていうのは、例えば断熱性能を高めたとしても、外と一番遠くなるので真っ暗になります。なので、それだと、まずいよねと。逆にそれを生かして、ここのお施主さんはお花とかお茶をやる人だったので、そういう、場所に使えるような光が落ちてくるものを作ろうと、ことを考えました。そうすると、こういう金色の光が落ちてきます。なので、断熱っていう、結構切実な条件を使って、こういう光を作るっていうような、ことに変えてきました。で、これは、ちょうど光が一番入ってくるお昼みたいな時だと、結構こういう明るい、すごいですよね。真上から本当にこれ照明なしで、ドカッと光が落ちていくような雰囲気になるので、夕方ぐらいになるとこういうふうに黄色になっています。あとは、年1回、お祭りをやるときは、建具を全部外して、一番手前の空間を見せ空間って言うんですけども、外に開くになるので、そこをきれいにしています。で、あとは、廊下の部分とかも全部、天井を半透明にして、上で、この中央のさっきのトップライトから、漏れ出る、屋根裏の光が、こういう廊下からも感じられるようにしています。こんな風に、これが祭りの時にはこう建具を外すので、こういう雰囲気で、なるんですけども、こういう、活動をですね、やったところ、今また、さらに次のプロジェクトに展開して、塩尻市とですね、竹中工務店がですね、一緒に、ソルトターミナルっていう会社を作りまして、この、奈良宿、空き家が非常にたくさんあるので、そこでこう空き家を活用して、いくつか同時にこう変えていくと、それ全体が、なんていうか、町宿というかですね、そういう拠点に、なるだろうというようなことを、木材利用の観点から活動するという活動を、彼ら2020年初頭からスタートして、このチームに入りまして、一緒に展開をすることになりました。それで、いくつかの建物を改修していくときに、当然、竹中も設計をしていったりするんですけども、私どもも1棟、2棟ですね、2棟設計することになって、こういう、山積のような人たちと一緒にやることになりました。
で、そうすると、まあ、さっきの、まあ、断熱をしていくよっていうこと以上に、まあ、特に不特定多数の人が、たくさん使うような宿泊施設になるので、今度は断熱に加えて、構造もどうやっていじろうかというようなことが、切実な問題になってきます。まあ、なので、まあ、都市で住宅を作るときは植樹建設とかですね、まあ、福祉施設だと町とつなげるとか。で、やっぱりこういう集落の古い200年ぐらいの建物になると、断熱とか構造とか、まあ、なんていうかその一種、こう、主題がですね、やっぱり微妙に場所と建物タイプによって変わっていくんだろうなということを非常に感じているんですけども、まあ、この断面図が上下2つありますけども、上がですね、もう、既存の状態で、要はですね、奥と手前で、手前が左側になるんですが、伝統工法ですね、木造の、200年ぐらい前の構造体に対して、奥の、右側ですね、S 像と書いてますけども、戦後に、鉄骨像で増築されていることが分かって、でさらにこの赤い部分がですね、両方の建物にまたがって、増築されていると、まあ、かなりトリッキーな状態でした。でそれを全部撤去してですね、手前は手前で元の姿に戻して、後ろは後ろで整理をするというような方針でやっています。でこのブルーのところは全部断熱のラインになります。でそうするとですね、まあ、さっきの個人邸のリノベじゃないですけども、まあ、断熱で今度は全体をぐるっとくるんでいくので、まあ、ここでもこうやっぱり奥行き非常に長いので、トップライトがテーマになってくるので、まあ、全体が暗いんですがトップライトで光を取っていくと。であとはこの左官の壁は全部断熱と、構造補強の新しい、壁になっていると、まあ、なのでボーナストラックでも、柱と梁はじじらないでずっとこうテナントがどんどん変わっても残していくように、こういう200年ぐらいの建物に、向き合うとですね、やっぱり柱梁は当然残そうという、まあ、なんていうかそういうルールだったりがあるので、なんていうんですかね、まあ、そういう軸組みが一番やっぱり優先されるだなと、この日本では。まあ、そういうことをやっぱりこういう伝統エリアで感じるので、ああいうボーナストラックで新築でやったとしても、まあ、そういうルール設定がはまるだろうなということになりました。で、まあ、こんなふうに非常に暗い空間にまあしていくといいんじゃないかなと思ってるんですが、実はですね、これポイントになるのが、補強の仕方をいくつか試していてですね、これちょっとパースだとめっちゃ分かりにくいんですが、いわゆる壁を補強していくほかに、右上のパースのように、まあ、例えばこう連続的にこう袖壁が出てきてしまうところはパンチングメタルでですね、金属板、穴開きの金属板で補強してみて、そうするとこう、まあ、障子のように透けるんだけど構造的に効いてるとかですね、あとはちょっとパースだと分かりにくいんですけども、この下の、さっきのあれですね、お祭りの店空間は、あそこ間口をこう、外して、年に1回のお祭りにダンと参加するときに、建具を外すので、まあ、そこで補強が入ってくると、やっぱり、ダメだということが分かったので、そこはこうフレーム状のスチールで補強したりとかですね、まあ3種類、4種類ぐらいの補強の方法をこれ試しています。まあ、なので、まあ、この建物のために設計するというかですね、やっぱり町の人がここの建物を見に来ると、まあ、自分でも補強できそうだなと、まあ、いろんな方法を示すと、非常に地域のためになるんじゃないかなと、まあ、そういうような感じでやっております。はい。8時半。じゃあ、ラスト。これで、このままでしょうか。じゃあ、これ最後ですね。今度は、これで終わりますが、家具デザインのプロジェクトで、家具デザインであっても、そういう、こう、社会的なことを考えられないかなということを、考えました。で、日本はですね、まあ、森がたくさんあるようなイメージがありますけども、基本的に、こう、木材自給率っていうのは、むちゃくちゃ低いんですね。で、特にこういう飛騨みたいな場所でも、木が植わってるけど、結局地元の産業で使う木材は外来材、まあ、海外の木を使うよということが、主流になってしまっております。でそうすると、木を使わなくなると木を切らなくなるので、こういう密集しすぎて、まあ、要はこうひょろひょろの木がたくさん
になってしまうというようなことになっていて、でしかも広葉樹の、木はですね、なんていうんですかね、建築の材料としても使いにくいので、まあ、そのまま放置されたりとか、全然こうデータ化されてないっていうことがありました。でそれをどうにか使えないかと、その小径木ですね、使えないかというような話がありまして、まあ例えば、まあ、現状の飛騨は海外の山から木を輸入して、まあ、それを、輸入して使うということになるので、なんていうんですかね、目の前に現れる木と、どこから来るかっていうその状態のネットワークがですね、非常に遠いんですね。裏の山に木があるのにそれが使えないっていう、まあ、状態になっています。でそれをやっぱり裏庭の木を、やっぱり使うのが当然自然だろうと思うので、まあ、それをネットワークのノードの数を減らすというかですね、まあ、それを近づけるっていうような、意味合いで考えると、面白いですね。でそこで私たちが考えたのが、まあ、ひょろひょろの木だけど、まあ、家具ぐらいだったら使えるっていうことと、あとひょろひょろの木だけど、まあ、例えばそういうひょろひょろの木から取れるちっちゃい塩湖を組み合わせると、ベンチやテーブルや椅子になるだろうということを考えました。でそうするとこんな風になります。でこのデザインは、要はそういう小径木とかなかなか使いにくいひょろひょろの木というのは、当然こう管理されてなかったりするので、いろんな樹種が混ざっていて、それがデータベース化されてないので、いつどういう木が取れるかっていうこともわからない。したがって、そういうどういう木が来てもある程度デザイン的に成立するようなデザインにしておけば、まあ、展開できると考えました。なのでこんな風にいろんな樹種、いろんな色、こう白い部分とか赤い部分が混ざってもいいような、こういうデザインにすることによって、その問題を回避しています。まあ、こういう水芽、山桜、土地、栗、ブナ、こういうものが、すごい混ざってもいいというようなデザインです。3つ集まると椅子だし、まあ、7つぐらいで、ベンチぐらいになるだろうと。まあ、まさにこの色の変化というか、このグラデーションが、まあ、そのタイミングのこの森の状況を、まあ、示すというかですね、どういう木がこのタイミングで取れたんだっていうことが、まあ、分かるようなデザインにもなるので、まあ、非常にプロダクトデザインだけども、森林そのものと、まあ、直接つながるような、そういうようなデザインになったと思います。はい。で、以上で終わりますが、まあ、今日あれですね、最後1枚でまとめるとすると、まあ、脱〇〇みたいなことが、お伝えしたいですね。まあ、これは特に日大研でも、まあ、今まで論文の人とかは随分話してたと思うんですけども、まあ、脱学校とかですね、脱病院化社会、脱開発とか、まあ、特に、今年はコロナで、大学に行かずにオンラインで授業を受けたり、あるいは今日みたいに私のような外部の人間の話を聞くっていう、まあ、そういう授業が、まあ、まさに脱大学、みたいなことがかなり一発して、しかもそれにみんな随分耐えて、それを使いこなすようなタイミングになったと思いまして、まあ、それ自体が、非常にクリエイティブな時代なのではないかなと思います。なので、そういう今あるこの社会システムみたいなことを、使いながら乗り越えていくようなことを、なんていうか皆さんと一緒に考えていくような時代なのではないかなと思います。以上で発表を終わります。はい、はい、サンドさんありがとうございます。はい、はい、なんとなく伝わりましたかね。もうすごい密度感だったんで、このなんか密度感を消化できるかどうか分かりませんが、ここからちょっと、今31分なんで、40分まで、ちょっと学生の方で、ちょっと質疑を考えてもらって、はい、で、その終わったら、佐野さんに質疑を投げるという、側に回りたいと思います。じゃあ、わかりました。佐野さんちょっと40分ぐらいに。はい、40分ぐらいで。で、じゃあ、私の方で、ブレイクアウトルーム作ってもらえれば。はい、じゃあ、ちょっとまた、戻って。なるほど。では、まあ、後半の方に入りたいと思います。じゃあ、長島君の方から分けた班を紹介してください。はい。今回も全部で3班です。
最初に高田君の班からお願いします。はい、本日はお話ありがとうございます。なんかその今日の話を聞いていて、そのなんかボーナストラックとか、うん、とかあとまあリノベの話でもなんかその結構使い手というかその自治みたいなのになんかその結構委ねてるなみたいなのをこう思って、でなんかそういうその余白の作り方みたいなのがすごいうまいなと思ったんですけど、なんかその自分がこう手を加えるとか作る部分とそのなんか作らないというかその任せる部分のなんか取り合いというかそのバランスの感覚というのはなんかそのどういうふうにやってるのかなっていうのをちょっとこう聞きたいと思いました、うん、ありがとうございます。そこはかなり、シミュレーションしてまして、例えば改造していいですよっていうルールを作るときも何でもやっていいですよっていうことでは決してなくて、まあ、このようにだったら改造していいですよとか、あるいはこのようにやるんだったらできそうだなっていうことを、まあ、随分検証して、あとこう何ていうんですかね、ルールブックを作ってます。でそうすると、まあ、そのルールブックに準ずる形でカスタマイズしてもらって、でもちろんそこから逸脱して何かをやりたいという人が、出てきた時には個別で議論をして、決めていくというような感じで、意外にそうですね、まだ事業主ありき の施設になるので、まあ、結構そうですね、気を配りながらその線引きのは慎重にやってる段階ですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、あれなんか、秋葉さんから、ハウスメーカーです。お話ありがとうございました。ビンヤンの清水です。はい、さっき、植樹季節型 その集合住宅のお話あったと思うんですけど、それで、そのハウスメーカーとアトリエって一緒にその設計っていうか、やっていくことあるんだなと思って、その設計していく上で難しかったこと、なんかぶつかること多そうだなって感じで、一番大変なことって何でしたか？いい質問ですね。そう、確かにハウスメーカーとアトリエが組むっていうのが、まあ歴史的には結構あると思うんですけど、すごい珍しい状況で、でその、ハウスメーカーと僕らの打ち合わせ記録を全部記録して、それを論文にしてるっていう子が門脇研の、学生で、その研究をしてる学生がおりまして、長谷川くんというドクターの学生なんですけども、まあ、彼の論文を読むと、そのハウスメーカーとアトリエのこう綱引きしてる様子がよくわかるので、詳しくはそれを見ていただきたいんですけども、その難しかった点というのは、ですね、そうですね、例えばハウスメーカーのやっぱり超合理的で超効率的な設計のルールとか施工のルールっていうのがめちゃくちゃよくできてて、でそれは非常にこう勉強になる一方で、その中で何か、ここを変えていいんですかとか、ここを変えたいなっていう、まあそういう問いかけ自体が多分ほぼ普段ないと思うんですよね。なので割とこう、なんていうんですかね、これができるかっていうことをこっちからこう聞いて初めて、その部分のルールが、まあ、お互い分かってくるというか、なんかそれがこうなんか謎解きみたいな感じでしたね。まあ、なので、そうですね、まあ、難しいこと、まあ、そのルールを僕らが理解して使いこなしていくっていうことが、すごい面白くもあり難しかったですね。まあ、でも本当によくできてて、そういう営業の人とかが、なんていうんですかね、もうすぐこう提案を作れる、まあ、そういうようなチーム体制があるので、まあ、そのスピード感と、
僕らがこうやって変えたいなっていうのがコラボレーションすると、やっぱり提案を僕らが仮案を持っていくと、横の方でパパパッとこう天空率をチェックしてくれたりとか、問題がある場所を教えてくれたりとか、まあ、なのですごい、なんていうんですか、強みがそれぞれあったなというような、なんかそんな雰囲気でしたね。はい、なので、その長谷川君の論文を、門脇健長谷川君っていうので、名前で検索すると、超マニアックな論文が出てくるので、ぜひ読んでみてください。はい、読んでみます。ありがとうございました。他に質問。あ、はい。あ、ありがとうございます。ハルタです。あ、ハルタ君。初めてサンドさんのレクチャー聞いたときに、ラボっていうのがあるのがすごい、魅力的だなっていうのを思ったっていうのを、今日聞いてて思い出しまして、で、その、ラボを設立しようと思ったのかっていうのが、なんか、そういうふうな、ことをやよくしてる人が会社のそういう事務所があったりとかするのかとか、あとなんか今の日本とか、まあなんかその中長期的なスパンよりもなんか目先のことっていうイメージが強いっていう風になんか最近感じていたんですけど、そういうのにをちゃんと徹底してやってるっていうのには、なんかその今までの中でそういうのを感じたとか、そういうきっかけとかってあったりするのかなと思って。ああ、すごいいい質問ですね。今回まあ原田君とか中島さんとか、一緒に論文を書きましたけれども、なんていうか、その研究活動みたいなものが、なんかこう、社会とつながるんじゃないかなと思ったんですよね。で、それは僕がこう大学に10年以上こう、博士課程で残ったっていう経験があるので、やっぱり研究は研究、仕事は仕事っていうふうに、少し分離してるなっていうのを感じていたので、まあ、それをこう、なんていうんですかね、連続できる。はずだということを、発生過程の時に思って、で自分で事務所を作る時は、まあ、そこがつながるような、ことを考えました。であとは原田君が言うその目先のこと、まあ、つまりこうサイクルがすごい早い、まあ、流行りとかトレンドみたいなことと、研究っていうのはもうちょっと長い尺度、まあ、要は流行ってなくても別に研究してもいいわけで、なので逆に言うと仕事っていうのは発注を受けて作るっていう、その時間にまあ追われていくようなことになると思うんだけど、そういう短いサイクル、の話と、まあ、研究っていう少しなんていうかスパンが長いことを組み合わせていって、まあ、それをずらしながら、まあ、デザインラボとか、そういうタイミングをずらせるっていうことが可能としてあるなと最近思ってますね。あとなんかそのやってる時に、なんか事務所とかで仕事や、なんかそのラボっていう方ってなんか研究分野って言い方悪いですけど、お金にならない時が最初にあると思うんですけど、そこに書くためにはなんかそのお金を稼がないといけないじゃないか、その分多く。ね、逆なんですよ。逆なん。ラボのプロジェクトの方が儲かる。そうなんですね。ね、設計よりね、なんていうか、時間単価が高いんですよ、実は。うん、そう、だからそれが結構意外だと思うんだけど、やっぱり研究っていうものを使うと、要は設計料って、やっぱり、国土交通省の基準で決まってるかと思いきや、施工費の何パーだとか、そういうような話でどんどんこう、ねぎられていくような対象になって、しまう。まあ、要は、なんていうか、早ければ早いほどいいとか、まあ、そういうような、まあ、要は資本主義的な価値観に当然なってしまいがちなんですよね。まあ、なんだけども、例えばその
設計予見を考えたりすること自体っていうのは、まだそこができる人とかやろうとしてる人自体が少ないし、なんていうのかな、価値がまあ高い状態にあるので、僕の感覚からすると、その余剰権を作ること、まあ、研究、リサーチみたいなことと、その後の設計行為っていうのが、ほぼ同じぐらいか、むしろ時間単価で言うと研究の方が高いと思いますね。そのなんか研究としてお金を取るってことになるんですかね、それって。そうそうそう、まあ、この町がどうあるべきか調べて、何か提言にまとめるとか、まあ、論文でもみんなやったじゃない、一緒にこうイントロを書いて分析をして、こういうふうな結論が導いたと、まあ、だからまさに論文と同じなんですよね。今の町の現状はこうで、ここをやって組み替えると、まあ、こうやってこういうあり方があるだろうと、まあ、そういうなんかデザインの手前段階で、何かリサーチプロジェクトというものが世に実はこう、開拓していけるなということがありますね。なんかそれ多分設計やるときにも多分自分たちがリサーチかけたりとかするとか、うん、なんか今その聞いてて、今卒生で今リサーチかけたりとかしてて、うん、でそれもなんか接種とかクライアントには話さないじゃないですか。設計課題とかあとそこって言わないけど、あ、仕事として成立するっていうのはなんか、なんか建築やってる人の新しい、お金もらえるじゃないけど、その希望みたいなものなのかなってちょっと思いました。そう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 。まさに、例えばちょっと前までだったら、かっこいい住宅を作ってくださいと。まあそういう仕事のジャンルがあったと思うんだけど、まあ、特に今年とか顕著で、まあ、住宅とは何だろうかっていうことにみんなぶち当たりますよね。まあ、逆に言うと、だから住宅であり、働く場所であり、まあ、お店の機能があってもいいですよねとか、まあ、そういうこう、まあ、昔だったら世襲が、まあ、家を作ってくださいと、あるいはお店を作ってくださいということを投げかけた先が仕事だったんだけど、今は多分これそもそも住宅なのかなっていうところから、まあ、相談に乗って、何を作るかっていうことを考える、まあ、そこに多分今すごい価値があるような、そんな気がしますね。ありがとうございます。そうそうそう、だから多分 その達人というのは、多分西田さんはその部分のすごい達人だと思うんですよ、日本で。で、僕らは多分その次の世代のなんていうか感じだと思いますね。ありがとうございます。いや、全然達人じゃなくて、もうサンドさんのやり方を見習ってます。でもなんか今の話ってそんな普段表に出てこないですよね。そうなんですよ。理由としては守秘義務っていうのがあって、ラボプロジェクトってあんまり、なんていうんですかね、これから設計が始まるフェーズなので、なんか、あんまり世に出せないのが半分以上ですね。いや、なんかこう、うん、もうちょっとそういうことが知れ渡るとって言ったらあれですけど、なんかこう、うん、見える化されると、多分なんかその建築の中でももう少しこう形の構築と、事象の構築の両方をこうブリッジしようみたいなことを考える人も増えるのかなってちょっと思います、ね。うん、そうですよね。だから僕らもなんかこうもっとウェブに今年とか来年は、まあ、出したいなと思って、なんていうか内容がわからない程度にこう出すみたいなことをまあ、これから考えなきゃなっていう段階ですね。うん、いや、この辺はなんかもうちょっと深掘りしたいんですけど、他の人の質問に行きましょう。いや、それ今ここ僕と三藤さんだけで結構話しちゃいそうだなと思って、ちょっと学生とのちょっとクロストークを。はい、じゃあ次の班に行きたいと思います。次の班が
小作の班お願いします。はい、さっき原田君が、言った質問と自分が全く被ってしまったんですけれども、まあでも一応言いますと、設計事務所というのは、なんかその設計だけすればいいのに、その設計以外の部分のところがかなり提案として盛り込まれていて、でかなり都市の方も提案もしてるというか、その建物1個以外じゃなくて、この1個から派生するその都市の提案っていうのがすごく多くて、別になくてもぶっちゃけ言うと建つと思うんですよ、建物自体は。あえてなんでそうしているのかっていう理由をちょっとお聞きできたらいいのかなって思っています。ああ、でもね、建たなくなってく、来てると思いますよ。多分、建物の設計だけだと。やっぱり、建物の設計に特化するっていうのは、まあ、それこそハウスメーカーとか、なんていうか、そういうところはもうむっちゃ特化してるじゃないですか。住宅を建てるっていうことに。やっぱりそうすると、そこそこ、おしゃれなデザインで安く早くっていうのが今のハウスメーカーどんどんできるようになってきてるので、逆に言うとこう建築家っていうものの存在価値が今どこにあるかっていうと、そのハウスメーカーのハウスじゃないんじゃないかとか、あるいはオフィスじゃないんじゃないかとか、まあそうすると当然その周辺に何があるかとか、周辺との関係でどう変えていくかとか、まあ、そこができるとようやく面白い建築が作れるというか、まあ、単なる多分かっこいいオフィスとかかっこいい家みたいなものって建築家じゃなくても多分もうめっちゃ作れると思うんですよね。そこそこの人はみんな、なんていうかデザイン教育のレベルも日本で高いので、そう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 、だから多分ねやっぱり面白いことを考えようと思うと踏み込んで提案を考えなきゃいけない時代かなと僕は感じております。ね、その場合ってそのクライアントにその説明とかするために、うん、まあそういった資料を作っているのか、それともそのある種のそのツバメアーキテクツの思想を世に発信していくっていうのがなんか狙いなのか、なんか狙いとかってあったりするんですか。発信するっていうか、その資料を作ってクライアントに説明するものか、それとも世に広めたいっていう、それともどっちもなのかっていう、ちょっと。あ、っていうか、そのあれだよ、設計の余剰権を作るためにリサーチをしていて、要はなんていうのかな、建築のデザインをするためにリサーチをしている。だから、説明のための資料っていうよりかは、リサーチそのものが設計なんですよ。要は、どれぐらい のボリュームで、用途をどう組み合わせて、敷地をどうやって分けていくかとか、なんていうか、その行為っていうか、そうそうそう、だからなんか、思想を広めるためとか、説明をするためっていうよりかは、建物を設計するための、余剰権を作るための作業って感じかな。要は、例えば設計課題で言うと、設計のさ、要項ってあるじゃん。設計課題でいうと、例えば保育園を500平米で作って地域に開く、シェア図書館を入れて、なんていうか50人の園児が預かれるようにして、図書館機能を充実させる3年生の課題みたいな、まあ、そういう、こう課題文自体がなんていうのかな、設計の対象になってるっていう、まあ、そんなイメージですかね。そう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 、すごく丁寧にいつもやっているのですごいなというふうに思っています。そうですね、なんかすごいなんだろうな、30年前とか50年前だったら全然違う働き方だったのかなと思いますね。ありがとうございます。うん、次浅野ちゃんありますか。はい、学部4年生の妹です。本日お話ありがとうございました。気になったんですけれども、質問がちょっと2つほどありまして、1つ目はそのラボとデザインするその人というのはこう分業制なのか、それとも同じ人がやっているのかという点と、あと2つ目はその割と
規模のその小さいようにボリュームを作っているとおっしゃられたんですけれども、やっぱり大きな建築ではそのようなこう徒歩圏のようなあの建築というのは作りにくいのかなと思ったんですけど、その2つの質問の、あの答えお願いいたします。なんか2つ目の質問がちょっと電波が、ね、悪くて、あのすみません聞こえなかったんです。 もう一回お願いします。2つ目はその、うん、ボリュームをこう崩してサンドさんはやられてると思うんですけど、ボーナストラックに関しても、うん、でも大きな建築でその徒歩圏のようなそのアクティビティというか活動はあまりにくいのでしょうかという質問です。聞こえましたか。まずデザインとラボは、なるべく同じ人があのやるようにやってます。あのこうラボ段階からやった人が、デザインの最後までやりきるっていうのがやっぱり理想形で、まあ、それを一気通貫してやると。あと大きなあの施設だと、例えば、まあ、なんだろうな、鉄道とか駅とか、まあ、そういうものは当然巨大であることの意味があるとすると、スタジアムとか、あとは当然なんだろう、大きなことに価値がある施設はあるんじゃないですか、野球場とか。だから多分あの、まあ、今日紹介したり、あの今あのたまたまこれまで手がけた仕事があの住宅サイズっぽいものが続いただけで、まあ、例えば当然ね、なんだろう、スタジアムであればそういう迫力っていうものもあるだろうし、あとは何だろうな、まあ、とはいえ何だろうな、片方に偏らないっていう感じですかね。まあ、例えばこう、何だろうな、昔の中目黒の高架下になんか飲み屋がいっぱいこうガーッと詰まってた時代があって、なんかああいうのってすごい面白くて、なんか鉄道をこう加工と見なすと、その下に、かつ、その、なんていうのかな、近所のおっちゃんたちの居酒屋がブワーッと詰まってる。なんかそれは結構すごいコンビビアルな感じがして、まあただ今、あそこは、あの、ツタヤとかが入っちゃうと、まあその加工の下に、あの、やっぱり一つの主体がこうプロデュースをした場所になるから、あそこで市民活動って今できないじゃないですか。まあ、ツタヤで買い物はできるだろうけど、何かそこでなんだろうな、あの、歌を歌ったら多分逮捕されるだろうし、あの、まあそういう市民活動の場になってないと思うので、やっぱりその大きいものと小さいものをどう組み合わせるかっていう、まあそれは、あの、なんだろうな、アルドロッシボの、あの、本の中でよく書いてるのが、なんだろうな、スタジアムの足元のなんかこう飲み屋みたいな、その対比について書いた文章を読んだことがあって、まあ、その文章を読んだときに、あ、これは中目黒の高架下の話をしてるんだなっていうのを、まあ、僕は勝手に解釈して、まあ、なんかそこがブリッジされるとすごい大きな資本とあの地元の人の活動とか、なんかそういうものがあのどちらかに偏らないみたいな状態は結構面白いなと今思ってます。ありがとうございます。はい、じゃあ次、麻生くんはよしないですか。いいですか。あの、本日はありがとうございました。B さんの麻生です、はい、あの。使用者が変更しながら使っていくっていうお話のところで、なんかちょっとさっき出た質問に似てしまうんですけれども、うん、その建物が、その変更する前の建物が完成すぎたりしていると、その使用者がその変更しようと思わないと思っていて、で逆に何もなければそもそも使おうと思わないんじゃないかっていうふうに考えているんですけれど、その設計する段階でどこまで設計するとか、そういう意識的なものがあったりするのかなっていうのをちょっと聞いてみたいです。それいい質問ですね。なんかあのボーナストラックでも、あの外壁の、僕らが設定した外壁の素材が4種類あって、なんていうかな、波板だったり、あとは、あの、左官のような場所だったり、であとは、
4種類のうちの1つはその使う人が改造できるあの横張りのサイディングだったりするんだけど、その4種類混ぜるっていうのも、まあ、今の質問がいいなと思うのは、ですね、初期設定でこうピカピカにしすぎると手を加えにくいので、ある程度デコボコにしとく、まあ、バラバラにしとくというか、だけどぐちゃぐちゃでいいかっていうと、まあ、ちょっとそれは違くて、まあ、もう少しなんだろうな、周辺とはちょっと違うみたいなことはやりたいっていう、まあちょっとまだうまく言葉にはできないんですけど、ピカピカすぎないけどぐちゃぐちゃじゃないみたいな、なんかそれがやっぱりそこを探るのが今面白いですよね。であとは、建築のディテールで言うと、モーナスラックとか、あとはさっきのジュエリー作家の家もそうなんだけれども、構造と仕上げと窓とか、まあ、そういうディテールを、なんだろうな、なるべく隠さないように作っていて、で特にボーナストラックの窓は、外壁側にこうグッと寄せたりして、その窓の向こうに柱とか梁がちょっとこう見える、あるいは壁の厚みが分かるようになっていて、でそれはなんでそういうことをしてるかっていうと、まあ、その可能性の一つに、まあ、住民がこう手を加えていく、何かを取り付けたりするっていう、まあ、後から物がくっつくっていうことと、もともとの建築に差がありすぎると、なんていうのかな、まあ、プロと素人のこう対比が出すぎるから、最初のイニシャルの建築も基礎と仕上げ、基礎と躯体と仕上げと窓とかっていうのが、なるべくこう、レイヤー状に並ぶようにすると、まあ、そこにあと行って住民が手を加えたり、あるいは家具をはみ出したりっていうことが、全部がこうフラットにこう並ぶようになるので、なんていうのかな、建築と使い手とか、プロと住民みたいな、その対比が、まあ、解かせるんじゃないかなと思っていて、まあそういう、そうですね、まだ全然試してる段階なんですけど、結構そういうことは今いろいろ考えてます。わかりました、ありがとうございます。あります。はい、最後に、佐野くんの歯をお願いします。私から質問します。中島さん、ありがとうございました。はい、うちの班から質問が2つほどありまして、まず1個目が集合住宅のお話を聞いていてなんですけど、うん、こうハウスメーカーとこうアトリエっていうか建築家の住宅っていうのが、まあ、大学で建築勉強してるとこう水と油じゃないですけど、うん、こう対極にあるような印象を受けていたんですが、この事例を聞いてるとまさにハウスメーカーとアトリエのハイブリッドだなっていう風に感じました。で、うん、その中でこうそのプロジェクトを通してこう建築家 から見るこうハウスメーカーならではの強みとか、あとハウスメーカーとのハイブリッドでやることで生まれてくる強みとかがあれば聞きたいなと思いました。で、2つ目がこうレクチャー全体を聞いていて、ツバメアーキテクトの設計っていうのがかなり法律とかそういう余条件をなんか制限、余条件とかの制限をこうプラスに捉えているというか、こう設計の機動力にしているような印象を受けたんですけど、こう学生の設計課題とかだともっと制限がかなり緩い状態であるんですけど、こう三藤さん自身は学生時代どういうことを手がかりに設計をされていたのかお聞きしたいです。お願いします。ありがとうございます。ハウスメーカー の住宅の歴史が、
まとまってる書籍っていうのが、ですね、結構、実はあって、あるんですよ。で、まあ、それこう Amazon とかで調べるといろいろ出てきて、でそれ読むと割とね、あれなんですよね、建築家と初期段階コラボをして、こうなんていうの、開発をしてるっていうのが結構多くて、なので実はだから、なんだろうな、水と油ではあるんだけど、やっぱり限られた安いコストでたくさんの中に独自性を各社見出すときに、組閣段階でね、実は結構建築家が入ってるっていうことが多くて、そうそうそう、だから、なんだろうな、バージョン1は割と実験的なんですよね。で、それが徐々にバージョンがこう、なんていうか、進化していくと、コモディ化していくっていうか、プロダクトっぽくなっていくっていう、まあそういう運命をたどってるものが多くて、まあ例えば無印の、無地ハウスなんかも、いっちゃん最初のやつは南波さんの箱の家を、ちょっとアレンジして、南波さんと無印組んで商品開発をして、でまあ今はそれがこう、なんていうのかな、いくつかバリエーションもいろんな建築家と作ったけど、まあ今は当然、なんていうのかな、地方の登録の工務店がさ、こう自分たちでアレンジしてこう作れるような枠組みになってるので、都度別に、なんていうのかな、南波さんが登場してるっていうことでは当然ないようにはなってると思うんだけど、そう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 、まあそういうなんか歴史的経緯がありますよね。あとは積水ハイム M1 とか、ああいうこう、なんだろうな、カプセル住宅みたいなのが、結構ある時代は、一方で黒川紀章さんの中銀カプセルタワーがあったりとか、なんかやっぱりね、こう建築家の実践と、コラボしてなくても、ハウスメーカーの実践っていうのは、まあなんか関係ないといえば関係ないけど、なんか時代背景は大いにこう反映してるから、すごい僕にはこうし、なんていうかな、シンクロしてるように見えるんですよね。そう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 、なのでそこは勉強すると面白い。で、なんだっけ、あ、学生時代どんな感じだったかっていうのは、ですね、学生時代は、そう、学生時代はですね、なんかやっぱり、美術館の課題とか、なんかそういう集合住宅の課題とかがあったときに、なんていうんですかね、まあなんか、なかなか、こんなもんいらねえんじゃねえかみたいなことを僕は強く思っていて、まあそれでなんか随分あんまり大学の設計課題っていうのがあんまり馴染めなくてですね、大学の時はですね、大学の外でインタビュー活動をずっとしてましたね。それこそ政治家に都市をどう作るかの話を聞いたり、ゼネコンの人に、実際どうやって設計してるのかって聞いたりとか、まあそういうことをやりながら、大学の課題に取り組んでいたので、何ですかね、やっぱり大学の課題自体が良くないんじゃないかって思って生活してましたね。うん、なので随分、なんだろうな、高評価とかでは選ばれたとしても結構いじめられてた気がします。はい、ありがとうございます。まあなんで逆に言うと、なんか西澤平さんとかもよく言うけど、やっぱり若い人が、感じる世の中に対する違和感とか、あるいは 上のこう先輩とか先生に対する違和感っていうのが、実はすごい大事で、まあ、例えば今日僕が話した話に、これ違えんじゃねえのとか、これ出せんじゃねえのっていうのをみんなが感じたとしたら、それが多分めちゃくちゃ大事なんですよね。そこに多分次の、世代の人たちの、まあ、なんていうかこう可能性があるというか、やっぱりこう、なんだろうな、その違和感を感じたらなぜ、自分は納得できないのかっていうのを突き詰めるっていう、まあ、そういう態度が あると非常に、なんていうのかな、
日常がクリエイティブになるというか、すべての違和感とかストレスがこう創作活動に反映されるような感じに、なると思いますね。ありがとうございます。はい、今までの質問に加えてなんですけど、YouTube ライブの方で、チャット欄の方に質問が来てるので、ちょっと読み上げて。そんなのが来てるんだ。はい。今後コロナを、このコロナの時代でいろいろ変わったのを踏まえて、その駅ビルや都市の地下が、これからどういうふうになると思いますかっていう質問が来てて、で、うん、この質問だと下がっていくと思いますかみたいな感じで終わってるんですけど、その辺についてはどういうふうに思いますか？ちょっと質問を、はい、ちょっともう一回教えてもらえますかね。あ、はい。今後、今後コロナを踏まえて駅ビルや都市の、うん、地下や、積層された空間の価値が東京などで下がっていくと思いますかっていう質問が来てます。コロナを踏まえて、駅ビルや都市の地下や積層された。どうですかね、なんだろうな、なんか、まあなんか換気はしやすくしたいですよね。特に大学とかで、あるいは病院とかで、なんだろうな、中廊下型の建物って結構しんどいですよね。つまり、なんていうか、大学とかで教えてると、中廊下型の施設でこうすると、なんていうのかな、窓を開けても風が流れないんですよね。廊下の方はこう、なんていうか、廊下っていうのはこう空気が動かないので、なんで中廊下型の建築っていうのは、多分、なんかなくなっていって、まあ、中廊下部分が、なんだろうな、半屋外になったり、あるいは廊下がテラスのようになっていったりとか、まあ、なんかそんな風に、高層であったり、積層であるっていうことは、当然変わらないと思うんだけれども、まあ、窓とか廊下とか部屋の関係性は、変わっていくと思いますね。ただ逆に言うと今ある建物とかをまあリノベーションしたりするときにまあそういうところをこう改善していくようななんかそういうことはなんていうか新しいジャンルのリノベーション手法にまあなっていったりするんじゃないかなということも感じます。ありがとうございます。いやでもなんかこの後半のクロストークの三藤さんの回答がマジ面白いですね。ありがとうございます。なんかこう今すごいタイムラグがあるのでなんていうんですかねそのタイムラグに合わせてこうゆっくり考えて話すっていう雰囲気でタイムラグいいですね。ズームのタイムラグを利用するっていう。いやでもなんかやっぱその、まあ、学生もなんでサンドさんみたいな人が生まれるのかというか、まあ、ラボも含めたツバメアーキテクツっていうものが生まれるのかっていうのは多分すごい興味なんだなっていうことは今日話を聞いてすごい思っていて、でもなんかその感覚ってサンドさんが大学の時はなかったわけじゃないですか。要はだからサンドさんみたいな人でいたわけじゃないから、はい、そうですね、なんかいろいろ試した結果そこになってるわけじゃないですか。でもなんかサンドさんたちのことを見ている人から見るとなんかこういうことってできるんだとしたらどうやってやるんだろうみたいな感じになるからなんかそのパイオニア感はすごいと思うんですよ本当に。なるほど。あとはあれですよね、なんかこうラボが正解かというと決してそうじゃなくて、まあ、例えばさっき話題に上がった西田健のその皆さんの先輩にあたる太田くんが今なんていうのかな
バリスタみたいなことをやりながら設計をしているんだけれども、まあ、彼のように、なんていうのかな、設計と、設計をやりながら街の人と接点を持つっていうことにこう可能性を見出す人っていうのがこう出てきて、多分それは僕はなんていうか、真似できないというか、まあ彼ならではだなということがあったりするので、そうそう、だから彼なんかすごい自分の、まあ、違和感をいろいろ感じた結果、まあ、そういうスタイルに今落ち着いたっていうのがあると思うので、そうそう、なんかそういう先輩の話をまた聞いたりすると、なかなか面白そうですよね。確かになんか、それはこう、もしかしたら、ツバメアーキテクツのラボとデザインみたいなことがもっと統合されているというか、なんか生き方に統合されているみたいな、うん、なんかそういうことかもしれないんで、その次のまた、うん、新しいこうなんていうかね、フュージョンが起こってる可能性ありますよね。ああ、まさにそうですね。なんかその二項対立が解けてるっていうか、うん、そうそう、それはなんかすごい、なんていうのかな、輝いてるなって昨日感じましたね。なんかすごい若いし、こう楽しんでるなっていうのがすごいオーラが出てたんで、そうそう、なんかすごい僕は健全だなと思いましたね。ぜひあの学生の皆さんも東長崎にあるんで、太田君に、太田先輩に会いに行ってもらえる。いや、でもなんか今日は本当にサンドさんありがとうございました。ありがとうございます。なんかすごい、そうですね、今日めっちゃこのタイムラグが あれですね、いい感じです。いや、面白い。なんかこういう、まあ、今の太田君の話の出たのミヤミヤでしたっけ、ミヤミヤみたいなこととかも、なんかこう、そうですね、なんか生まれ始めてる時代だからこそ、じゃあ次に自分たちはどっちに行くのかみたいなことを学生は考えられるから、なんか。いい意味でこう選択肢が増えてるっていうことが、うん、そうですそうです、すごい価値ですよね。そうです。でしかもなんか例えばリビタとか UDS とか、あるいはその太田くんみたいにお店に立っちゃうとか、なんかこう建築設計とか建築に関わり方が今なんていうのかな、選択肢としてたくさんこうあると思うので、なんていうのかな、一番しっくりくるところに行けば、なんていうか、建築の設計は全然できるっていう時代だなと逆に思いますね。なるほど、面白いそれ。うん、だから、そのしっくりいったポイントに行くと、設計がよりできてるってことですよね。うん、そうです、そうです。僕はだってあれですよ、設計事務所で、最初に働いたのが設計事務所じゃなくて、作る場っていうベンチャー企業だね。そうそう、うん、でもなんかそういうこうなんかいい意味でこう右に行っても左に行ってもまっすぐ行ってもいいよって言ってくれてる感じがなんかすごい面白いなと思って聞いてました。うん、皆さんに期待ですね。期待です。だってベンチャー企業に行ったら結果、作る場になってるわけ、うん、すみません、ツバメアーキテクツになってるわけですからね。そうです、そうです。で、しかも、なんかそのベンチャーでの経験がめちゃくちゃ今役に立ってて、やっぱり、なんていうんですかね、ビジネスをどう立ち上げていくかっていうことの中に、まあ、建物をどう作るかとか空間を作るかっていうことが基本的にはその経済活動の中に位置づいているものなので、なんていうか建物を単純に建てたくて建物を作ってる人って、まあ、いないと思うんですよ。やっぱりオフィスが必要だからオフィスデザインを依頼するとか、なんていうかそのまあその経済的な流れの中で建築デザインっていう、まあ、あるいは建築家っていうのは召喚されるので、まあ、その社会構造を、まあ、いつどのタイミングで理解するかっていう、まあ、そういうことだと思うので、
まあ、設計事務所で働いて理解することもあれば、あのバリスタになってその社会構造を理解するっていうことも当然あると思います。なんかそんな感じですかね。なるほど、面白い。なんか今聞いててだんだん思ってきましたけど、そのバリスタももしかしたらそのベンチャー企業も敷地みたいなものに近いのかもしれないですね。こう建築家がこう設計するときに捉える敷地みたいな概念が、いわゆる物理的な敷地だけじゃない時代に来ていて、なんかその敷地みたいな概念をどう捉えるかによって建築が変わっていくよっていうことを、まあコンテクストなんですけど、正確にはコンテクストをどう捉えることによって建築が変わっていくのかっていうことを、まさになんかいろいろ考えられる時代になってきてるんじゃないかっていう、すごい聞きながら思ってました。うん、そうですね。しかもそれを一個に絞らなくていいっていう時代ですよね。なんていうか、SNS を駆使すれば、3つ4つ別に兼業してもいいだろうし。なるほど。いや、サンドさん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。もうなんか、9時までって言ってたのに30分軽くオーバーしました。あ、本当ですね。このちょっとゆったりトークがすごいやめられない感じでしたけど、先ほどのオープンナイトは以上で終了にします。改めまして、サンドさん、今日はありがとうございました。ありがとうございます。さよなら。